こんにちは、屋根の森です。今日は新築時ですね。新築時に注意すべき屋根のポイントに関して説明したいと思います。新築を建てるときに、まず何を注意した方がいいかというと、まあ本当に屋根のことだけを中心に話すと、まず勾配ですね、勾配。まあ家をこういう風構造にしたいってなると、勾配を緩くとかどうしてもなってしまうんですけど、本当に屋根のことだけを考えると、勾配的には3寸から4寸くらいですね。瓦の場合は、だいたい勾配的に1寸落ちるので、4寸っていうとだいたい3寸くらいの勾配になってしまうので、だいたい瓦の場合は4寸。トタンの場合、板金屋根ですね。いわゆる金属屋根と言われるものに関しては3寸くらい勾配がないと、どうしても雨漏りしやすい屋根、雨漏りのリスクが高まる家になってしまいます。で、逆に勾配がきつくなればなるほどです。例えば6寸とか7寸とかになってしまうと、今度は、もちろん雨漏りはしづらくなっていくんですけども、施工費用も上がってきますし、まあリフォームしたりとか、これ、後々メンテナンス、塗装するに関しても、非常に高額になっていくので、やはり一番いい目安としては、まあ金属屋根であれば3寸くらい。瓦屋根であれば4寸、4寸5分。くらいが理想の屋根になります。さらに注意していただきたいのが、他の動画でも話してるんですけども、防水シートに関してはこだわってください。本当に年数が経つ、20年とか経つと本当に違うので、防水シートに関しては回数ゴムアスルーフィングっていうのがあるんですけども、それを確実に選ぶようにしていただきたいですし、それとまあ同等品で、まあ、違うちょっと次世代の違うそのアスファルトを使わないっていう製品で、それの同等品くらいのも出てるので、まあ、その同等品っていうものを確認ずつ使ってください。やっぱりフェルトだったりとかルーフィング程度ですとやっぱり持たないですね。やっぱせっかく塗装して長持ちしててもやっぱ雨漏りとか、まあ、吹き替えると本当にカビペラペラペラになってしまってるので、雪国ならではだと思うんですけど、まあ、高山地域は特に染みたりとか雪が多い地域ですと、もう防水シートに関しては、まあ、一定の品質が保たれているもの、屋根屋さんがおすすめできるものっていうのを選ぶようにしてください。この勾配と防水に関してはもう確実に雨漏りさせたくないならこだわっていただきたいです。あとは屋根を複雑にしないとかですね。やっぱり複雑になればなるほど雨じまいって言って雨を入らないようにするっていうのがどんどん細かくなっていくので、どうしても雨漏りしやすくなってしまうので、やっぱりシンプルな屋根が一番です。その辺気をつけてもらうと、長く住む上でメンテナンスコストとしては非常に下がっていくので、一応おすすめです。ただお客さんにとってやっぱり理想の家っていうのがあると思いますので、その辺もまあ検討に出ながら、屋根屋としてはその勾配だったりとか、まあ、防水シートに関してはどんな屋根でも関係ないですので、間違いないものを選んでいただきたいですけども、勾配に関してはやっぱりいろいろなお客さんの希望もあると思いますので、ぜひその希望にかなうようなものを立てていただければと思いますけども、防水シートに関しては確実に良いもの、一定基準のものを選ぶようにしてください。工務店さんとか、それこそ屋根屋さんとかって、こんな防水シート使えますよってのは言わないので、まあお客さんの方から聞いてもらうっていうのは、まあ間違いないと思います。あと、まあ注意すべきこととしては、まあ屋根材をどういうものを選ぶとか、まあ瓦なら瓦の、やっぱ長く持ちますし、ある程度塗装も必要ないので、まあ30年、40年になってくると、トータル的に塗装やすくなりますし、金属屋根や金属屋根の利点っていうのはもちろんありますので、日に日にやっぱり金属屋根も製品が良くなってますので、長持ちするようになってきてますので、意外と昔みたいにもう10年、15年でもダメになるっていう風にはもうならないので、まあ、時代ガルバニウム鋼板ってやつですと、まあ、25年保証ありますし、なんでやっぱその、一長短あるので、まあ自分の理想とする屋根っていうのを選んでいただきたいと思います。で、あとは、まあ、工務店に建てるのに、まあ、新築なので、まあ、保証に関しても、やっぱ保証してもらえる、保証の有無ですね。っていうのもしっかり確認するといいと思います。とりあえず屋根屋から言うと、まず勾配に注意していただきたいですし、下拭き材を蹴散らないっていうところ、あとは屋根を複雑にしないっていうのを守ってもらうと、本当に雨漏りに関しては、まあ、安心できる家になるのかなと思います。ぜひ検討いただければと思います。今日は新築での雨漏りしにくい屋根の選び方について話させていただきました。ありがとうございました。